数年ぶり皆さんと共に高円寺の青鳥を楽しむことができることを本当楽しみにしております。そしてあちらにはウクライナの皆さんもおいでです。残念ながら室内でしたけれども、お客さんとそして踊り子さんの一体の阿波踊り満喫しました。